春風亭梅橋は落語家の名跡。現在は秋名跡となっている。初代春風亭梅橋以前に小竹老梅橋、うぐいす亭梅橋、桂梅橋などがいたとされる。二代目春風亭梅橋は東京都出身の落語家。本名三村義弘。出林梅は最高。東京京橋の刺繍屋の長男。 義務教育終了後の1954年1月に4代目、竜亭智楽に入門し、師匠の旧名竜亭智太郎を名乗る。1957年5月に2つ目に昇進し、竜こち智楽に改名。1965年から日本テレビで始まった金曜夜席の大喜利メンバーに、7代目、立川男子によって抜擢される。 翌年の1966年、金曜夜席が、日曜の夕方に枠移動して、商店となった後も、初代レギュラーの一人として引き続き出演した。即興で謎掛けを作ることを得意とし、人気を博した。1969年4月に、新内昇進し春風亭梅京と改名。なお同年、商店の番組路線をめぐって男子とレギュラーメンバーが、 対立したため、同年3月30日の放送をもって梅橋を含む当時の回答者5人全員が番組を交板することになる。このレギュラー出演最後の日に、承知楽改め梅橋の新内昇進披露工場が番組内で行われた。他のレギュラー全員が後に番組に復帰したのに対し、梅橋は5人の中で唯一番組に復帰できなかった。これは、 カツラ歌丸によれば、商店交番直後に新設されたばかりの東京12チャンネルの演芸番組にレギュラー加入したため、商店に復帰するきっかけを失ったからだとされている。酒びたりの生活を続け、朝から酒を飲み、酔っ払って講座に上がるなどのトラブルが数多く続いた。東京十二チャンネルの日曜ワイド洗いの最終回に、師匠のチラと共に出演した梅橋は、 かなりの酩酊状態で師匠のチラクに寄りかかって居眠りをするハプニングを起こした。このことで梅橋は愚か、師匠のチラクにまでクレームが入る事態となり、梅橋はすべてのテレビ局から干されるなど、タレントとしての致命傷につながったとされる。晩年は所属プロダクションを解雇され、仕事が激減したことで、馴染みの飲み屋を回って得意の謎かけを披露し、 酒を飲ませてもらう状態であったと言われている。やがて糖尿病になったのに加え、腎臓を患い、アルコール使用障害専門の精神病院へ入院するなど、闘病生活を送っていたが再起かなわず、1984年1月25日、食道上脈瘤破裂により、49歳で死去。母所は青山霊園。妻は東京安密娘のメンバー。 初代流北楼を経て、六代目、春風亭柳橋門下の落語家、初代春風亭笑い橋になった人物。ABCD ピアムック、商店50年史1966から2016、P115、ハット ABCDEF 高田文夫、白ヤ,ヤムックナンバー65、小芸人、ボリューム2、祝35周年商店大研究、ハット ABCDEFG 盾川男子、 男子学やバナシピアニッシもも39から54。めちゃくちゃなやつ。こちらく、ありがとうございます。